でもあのちょっとあんま僕の中ではヒロミツなんすよね。だってタイガーになってるし。いやまあそう。いやいいですか。椿も違います。あ椿も違う？違います。え嘘でしょ、はい。椿ってどの椿？奇変に春ですね。奇変ですね。奇変に春。ああじゃあまあニアミスだ。いやニアミス。てか横はかけるんじゃないですか。さすがに。確かに。かけてない。かけてないですよ全然。いろんな3つぐらい漢字混ざってるかもしれない。マジか。うーわなんかショックだな。ショックだな。どういうことショック間違えられた側の意見。いやなんか改めて自分で漢字のこの力を知るってあんまなかったから。まあ、じゃあ俺も行くか。いやぜひお願いしますよ。はい、あれ？え？誰？え？何？怖い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 。どういうこと？これなんの…まず何怖いと思う？何のホワイトボードってこれ？まずなんかもう…誰か…ビッグで諦めてるじゃないですか。誰か助けて。ちょっとまず一個一個聞いていいですか？これ…これショーだろ。あ、違う違う。これショーだろ。これ何と何が混ざってそうなってたの？ちょっと紙と糸ですよ、これ。紙と糸。Hello ladies and gentlemen, those in between. Welcome back to my YouTube channel. My name is Everett, and today we are gonna be reacting to another Shou Hirano's video.Hey everyone, I hope you guys are having a great time wherever you are in the world right now. And of course to our friends from Japan, konnichiwa, arigato, thank you guys so much for supporting my YouTube channel by of course watching my reaction videos to Number Eye's videos. And speaking of Number Eye, today we are going to be checking out another member, one of its members,and I'm talking about Shou Hirano. And I found this video earlier today.And this is more like a compilation of Shou Hirano's TikTok live broadcast. So this one is an 8-minute long video. So I'm going to try my best not to pause the video and so that we can enjoy watching this video together. And I'm so happy that this video has English subtitles. So I don't think we'll have any trouble understanding this video because of its English subtitles. But anyway, guys.I don't want to keep you waiting for much longer, and without any further ado, let's get started. Here we go. 次はショー行ってみようか。うわー。We're gonna try it. マジか。これわかんねえな、ショー。I've never seen this video. 運動神経いいイメージあるからな。確かにね。これでも、もうここまで来たらもう知恵の勝負だなと思って。おう。そう、要は足をつかなきゃいいんですよね。そうそうそう。もう知恵の勝負ですね、これは。知恵の勝負。はい。じゃあちょっとやってみましょうか、はい、じゃあショーの挑戦です。自転車ゆっくり走スタート。 OK let's do it。 こう来たらもう知恵なんで、おお、もう絶対的に。23.93 強すぎる。めちゃくちゃいい記録。うわなんだこれ、ちょっとルール違反な感じもするけど。でも足つかないだけですもんね、ルールは。いやルールとしては、ね、絶対ついちゃいけないっていう、ね、ルールが甘すぎたなこれ。うわ確かにな。やっぱ去年やってたドラマがどれだけこう世間のねこの契約の隅をこうついていくかみたいな、ちょっとあのちょっと詐欺師っぽいやつをやらせていただいてたんで、そのルールの隙間をちょっと使って。なるほどね、そういうやり方もあんだな。はい、すみません。ちょっと台湾のホンパイタンエン、ホンパイタンエン、はい、こちらはめでたい紅白の白玉を砂糖を余韻といた甘いスープで食べるスイーツ系のお雑煮ということです。スイーツ、はい、okay. はい、しょうも甘いやついただきます。あ、甘っ。甘いんだ。めちゃめちゃ甘いですね。何の甘さだろう、わかんないです。わかんない。I love his facial reactions。 わかんないけど甘いと。わかんないけど、でも優しい甘さっていうのかな。はい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 、はい、なんかあの心に染みるような、うん、何が入ってるの。 That cheers my heart。 あれ、え、何が入ってるの。もちもちしたやつ。ああ、こん中ですか、うん、こう餅となんかあの豆みたいな。豆、あの杏仁豆腐の上とかに乗ってるやつですかね、うん、が入ってますかね。めちゃくちゃ美味しいです。本当、はい、え、乗らない。
俺乗らないっすね。電車最後いつ乗ったの？電車最後乗ったら結構昔です。10代の17とか、今いくつ？僕今26なんで。6年ぐらい乗ってないの？そうですね。一緒にハワイ行かせていただいたじゃないですか、うん、あの時日本の方にバレて、あ、この間何々線で見ましたみたいな言われたんですけど、いや俺結構何年も乗ってないんだよ誰の話をしてんだろうと思いながら。いやそういうのあるよね。ありますよね。大晦日元旦に仕事がないのが全然異常ぶりだと思いますが、何をしていました？いやそうっすね、マジでずっと家にいました。ずっと家にいました。お、家にいたけど、でも本当に何もしてないってないじゃないですか、まあ家にいてもこう携帯見てたりとかそういうのあるじゃないですか、はい、でも何もしてないんですよ。何それ。大掃除も結構早めにやっちゃったんですよ。あ、はいはいはい、だからもうやることなくて、ああ、だから寂しく一人でそば食ったぐらいです、マジで。すいません、そのあの出前の方で頼ませていただいて、はい、一人でこうチンしてできたって言って、寂しい、チンの時間長すぎてそばがなんかタラッタラじゃないそば食べてんのか何食べてんのかよく分かんない。 Okay, I got a question. I got a question, guys. Does he even realize that he is actually funny? That's my question. Does he realize that he's actually funny? I don't think so. 前夜、出演メンバーの名前、漢字で書ける。あ、やだ。いや、書けない。怖い。書けないとちょっとあれだな。なんかそれでこれここに全員書けば。ごめんね、ありがとう。ありがとうございます。待って。え、ちょっと待って。え、ちょっと今あの名前のカンペが見えちゃう。ちょっと隠そう自分で。え、全員。うわ。うわ、でもこれマジでちょっとやばいな。いや、俺ちょっと大問題起きてるわ。大問題。いや、あのいつもその大東くんとか。大東くんって呼んでるから下の名前わかんねえ。それは聞いていいっすよね。下の名前何？僕はリツキ。絶対嘘。本当に本当に。リツキっていうの？はい。初めて聞いたぞ。ちょっと待って、これもうとんでもない。ちょっと怖。ちょっと横原。もうこれ自信ある人逆に。勇気。勇気でね。違う。これ縦なの？横なの？これ縦です。カタカナいるぞなんか。待ってください。つば自体がえぐいことになったんですね。これってもしかしてこれ俺？そうそうそう。疲れたやつみたいになっちゃう。なんか分かんなくて。文字化けしてるこれになっちゃったんですけど。でもあのちょっとあんま僕の中ではヒロミツなんすよね。だってタイガーになってるし。いやまあそう。いやいい子ですか。椿も違います。あ、椿も違う？違います。え、嘘でしょ？はい。椿ってどの椿？奇変に春ですね。奇変ですね。奇変に春。ああ、じゃあまあニアミスだ。いやニアミス。え、てか横は書けるんじゃないですか？さすがに。確かに。書けてない。書けてないですよ。全然。いろんな三つぐらい漢字混ざってるかもしれない。マジか。うわなんかショックだな。ショックだな。どういうショック、間違えられた側の意見。いやなんか改めて自分で漢字のこの力を知るってあんまなかったから、まあ、じゃあ俺も行くか。いや、ぜひお願いします。はい、あれ、誰、何、怖いです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 、どういうことですか。これ何の、まず何のホワイトボードってこれ。まずなんかもう誰か諦めてるじゃないですか。誰か助けて。ちょっとまず一個一個聞いていいですか。これショーだろ。あ、違う違う、これショーだろ。これ何と何が混ざってそうなったの。ちょっと紙と糸ですか。紙と糸、紙と糸は違いますよ。紙と糸ショーでしょ。紙と糸違いますね。で、続いてリツキでしょ。まあなんかまあ読めますね。横から勇気。ちょ待って、これやばいっすね。やばい、本当に勇気、これやばいっすよ。あれ、勇気にかかる木っていう名前じゃなかったっけ。違います、違います。よく翔くんにあんな感じでいけましたよね。いや、そうなの、思い返すとね。全然。俺、体毛ですか。
体毛ですか。体毛です。体毛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 。ですね。体毛。うわー、ちょっとこれはだからあのね、エンターテインメントショーだから。まずね。そうですね。続いて。All right, yay! Okay, first of all, I love watching this video because, I mean, this kind of video gives us ideas of how artists are behind the camera, how artists are off stage, or when they're not shooting a music video and whatnot. I love the way he interacts with his to-be brothers. I believe that the other guys areartist from To Be Company, and I am not exactly sure whether Sho Hirano knows that he is actually funny, because the way I perceive it, he doesn't seem to crack jokes. He, you know, he is pretty much serious, especially in terms of like talking about something, or like, I just love how genuine his reactions are, and perhaps he has not realized howfunny he actually is. In a way he explains things, like you just want to look at him and then smile out from ear to ear, you know what I mean? Oh, what do you expect? He's very, very handsome, and I mean, he is such a joy to look at, right? But anyway, please let me know what you think of his video in the comment section below, because of course your opinions count too, okay? So,That's about it for today's video. Thank you so much for watching this video. And if you like this video, hit the like button, hit subscribe, and hit the notification bell so that you can be notified when my next video comes out. Peace out!